こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。 A 列車で行こう9ライブ配信始めていきましょう。今回は、このケータンの駅ですね。ケータンの駅の私鉄延長線に列車を投入していきます。そしてこういう風に私鉄の折り返しで列車を走らせていきます。折り返しになってるのかな、これ。線か。で、7番線と。はい、いつも通りツイッチで配信を行ってます。ツイッチアカウントフォローお願い。チャットコメントお願いします。マイツイッチ、プリーズアカウントフォローアンドリュ。チャットコメントプリーズ。アーカイブはいつも通り YouTube に2日後、ですので8日木曜日21時頃からアップロード予定です。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 This live archive my YouTube channel 2 days after、YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。旧ツイッターである X のアカウントを持っております。ぜひ、アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。マイツイッター X プリーズアカウントフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。はい、ということで始めていきましょう。このビル結構将来的に邪魔になる可能性あるな。線を増やしたい場合に、なんでここに高層ビル建てちゃったんだっていう恐れがある。ここにも来る道ありますけど、何か対応する可能性はあるかもしれないですね。まあ所詮この7線いっぱいいっぱいに私鉄線と長距離線両方入って乗せて、しかも両方とも折り返しさせる、また引き上げ線させるっていうのは結構ボトルネックになりかねないとこで、この辺り将来的にどうするかっていうのは考えどころですね。もしかしたら、でも結構手前に私鉄の駅作っちゃったからな、これは失敗だったかな。なんかここにあるんで、車庫でも作るつもりなんかな。なんでこんなにスペース空けたんだっけ。まあ仮にスペース空けてもここが限度です、ありますよね。ちょっと一旦どう撤去するとこうなるのか。ああ
やっちゃったかもしれないな。30分の、いや、それはちょっとまずいな。バスによってはここを入るバスがまずいことになるかも。仮に高度設定で10メートル上げるとして、こうだもんな。で、地面見ると、まここの2000ぐらいまでは入れそうか。一応支柱はあるけどな。で、多分この線路ってこっち側に線路って敷けんのかな。あ、ここは敷けるんだ。ってことはここがギリギリっていうとこですよね。でここだと、あ、これも敷ける。あ、じゃあ思ったほど以上は、ここはダメ、ここは、あ、ここは大丈夫ってことで、思った以上に線路敷けるやん。ってことは3線ぐらいは、やりますね。私鉄の駅をこちらに将来的には延長するかもしれないですね。ここまでは行けるんで、こんな感じで行けるかもし、行けるんで、ここがちょっといっぱいいっぱいのとこなんで、私鉄敷いて、もしかしたらね、ここをもっとすぐ上げてとかやるかもしれない。でもいっぱいいっぱいだよな実際。まあ4000もいけるか、これ多分。例えば駅作って、上駅で4000、まあ4両4000作ったとして、全然余裕だしな。仮に車上駅、あ、駅舎台だとしても、う全然いける。5000だとどうなる。5000はダメだな。駅舎2だと、あ、駅舎2だと5000までは行けますからね。6000は無理だよな、駅舎2だと。6000は無理。教場駅舎だと、教場駅舎は6000までだな。逆に無理なんだ、教場駅。教場駅ここ前ですから、6000は無理ですね。あと、こっちもスペースがいる。あと偶数ホームしか作れないから、そういう制約もある。あれ？なんでここはダメなんだ？あ、そうか、そういうことか。
まあ、ここまではいけるっていう感じですね。表情駅舎2だと、あ、ちょっとコンパクトになる。ここだとダメ、これだといいんで、この高架行くまでに、まあ、対比線ってことで収めればセーフ。結構ギリギリですよね。まあでも地上駅の方がいいやってなったら、こうか。あ、これだといけるんだ。ならば6線も全然いけますよね。7線はダメだけど、駅舎、もう一度駅舎台だと、これがあの制約があるんだけど、あ、結構ホームがあの問い幅がでかいんだ。中がまあいい線ですよね。中だといける。まあこちらも中だしな。駅舎台ってやっぱりでかすぎるな。こっち側の駅舎としてはちょっとなんか、まあ、新幹線駅とかもありますけど、なんか新幹線側はなんか全然あの開発されてないけど、仙台駅とかもか、なんか駅舎だけでかいんだよなっていうのがある。新青森とかも駅舎でかかったよな。地上駅小ですからね。あ、はい。ということでちょっとメインのことをやらねやばなーぬ。でですね、基本はやっぱりこの西鉄3000のタイトル通り西鉄3000をあのローカルで通る。本来なら3000って言うと西日本鉄道では優等列車用なんですよ。これはあれ見えない、グループ色はなんか濃い青。あ、これだとちょっと紫に近い。濃い青ってないのか。これでも濃い青とは違うもんな。まあ、紫に近くなるよな。これでもいいか。これだともう青22。T7 とかか。うん、まあ仕方ないか。でですね、一応ポイントの設定を行いましょう。ポイントの設定は、まあでもやっある程度やってんだけどな。ここ右、ここまっすぐ、ここ左、ここはまっすぐ、80番はね。で、7番線は5分停車で、5番線が、ようわからん。でここの駅に、まあ、滞泊させます。運行時間は4時半から20時半で、必ず1回ここに引き上げて折り返しを行います。まあもったいないよな。ここにもし
折り返し線を打ったら入れたら面白いけどな。あー、まあそうなるとここで折り返す列車のダイヤが乱れて正面衝突する危険性があるか。まっすぐここまっすぐで、ここは確定なんで絶対止まる。4分停車か。75も4分停車ですよね。ちなみに2番線も同じ4分停車で行います。乗り降り、あ、乗り降りって言ったらそうだ、ここだ。ここは下車のみなんだよな。下車のみで7番線は乗車のみでやらないといけない。まあここはどうでもいい、乗降なしだよな基本は。で反対側もう一駅で終点で、本来なここがまあここに置いてもいいんですけど、ここで降り、こう私鉄の場合はこ、長距離線みたいにここで折り返しはせずに、まあ、80番もこうですけど分岐して直線して、75番の分岐か。75番ってあれどこに止まるんだっけ。あ、75番じゃないわ、違った、49番だ。49番が ここだ。49番がここを始発にするんだな。昼間はそうなんですが、直進ですね。で49はそうだけど80番は常に分岐。ここは折り返し乗降なしってことは当然下車のみで、3番線は乗車のみ。10分停車か。10分停車することで折り返しの時間を確保するってしてあげるってことですね。ここ左でもいいんですけど、まあ、この状況で、あとはまあここはもうやってるんで、そのまままっすぐ行ってっていう感じですね。ということで、じゃあ翌日までちょっと時間を進めましょう。こんな感じでケータの時間が進んでいきます。
もそろそろいいかな。245番、これがあのローカル線ですね、長距離線の。ゆったり期待します。その京阪に優等列車の京阪3000系が到着しました。その真後ろにもうあれ出発してます。これぶつかる、あ、いや、これはぶつからない、まっすぐ行きますからね。でも23時超えてるんで、もうこの奥の赤峰駅、延長線の赤峰駅へ行ったらもう車庫で滞留します。で、一方反対のこちらに滞留するのがこの80番ということになります。あ、違う、間違えた、撤去、こっちだ。これですね。基本的には優等線なんですが、あ、すでに特急の 6%1 も止まってます。 6%1 とともにここに止まって朝を待つということになりますね。スクショタイムなんだけど、この難しいな、反対側どうだろう。反対側になると非公式側でから見てるのと、あと滞留線のこのはしごみたいなのがあるんで、平均台みたいなのがあるんで、ちょっとやっぱり視点の邪魔になるんですよね。このぐらいかな。これでスクショタイムですね。今0時16分となります。で、早速ダイヤウィザードに切り替えて、通年でちゃんとなりますよね。ちょっとさらにやっていこう。あ、今通過して入っていきます。3本特急が京阪には滞留しているということになりますね。そしてついに動きます。これが4時半ですね。左でここで入って5分停車となります。
4時38分。4時43分か。ちょうど空港特急も動き出しましたね。朝が始まろうとしております。で、それとともに列車が入ってきます。5両編成ですね、こちら私鉄は。4時57分かな。じゃあ5時1分に出発するんじゃないかな。あ、5時か。じゃあ4時56分の5時か。最高速は95キロに設定されておりますが、ちょっとこれ優等列車に走らせる場合110キロとか、場合によっては120キロを出せるようにしないといけないですね。さて、ホームに着きます。5時14分なのかな。10分停車ですよね、ここ。そしてまあまっすぐで右に曲がって、あれ、これぶつかるかも。4時半はあんまり良くないかもしれないな。5時34分すぐに5時37分には出発して、あれ何時出発だっけこれって。まだ動きがない。45分だっけ。やばいな。5時45分さあ、先にもう出て行っちゃいますよ。なんかえらい、まあ、といってもようやくここ6時になったばっかりなんですけどね。6時2分。6時3分だ。ちょうど見てください、この221と同時に入ってきます。競争してるみたいですね。客の奪い合いです。いや、熾烈ですね。6時20分か。で、右に曲がって
り返し線入って、これが6時38分6時40分にはもうで出て、すぐにもう出ていくという仕組みになっています。つまり2時間10分ですね、これ1周は。つまり適正に言った画面じゃなくて、これですね、ちょっと見えない、こんな感じか。こんな感じですね。で、これでやるんで、じゃあ何往復できるかというと、4時半から20時の運行なんで、6時40分で2時間10分だと、次が8時50分、次は11時って考えると、11時6時間半で3周ってことになるのか。6時間半で3周だな。13時間で6周。13時間って17時半だからな。21時で9周なんで、これが多分このラストになるのかな。その時は8周して2時間10分の8周だから、16時間と80分、17時間20分だな。17時間、あ、ダメだ、16時間経過してしまってるから、8往復までだな。7往復は余裕でいけるんですよね。6時間だと17時半で、次は19時40分だから、19時40分にここを出ることはできる。7往復目でね。ん？7往復目？いや、8往復目か。でも、そこで21時50分に
21時50分かじゃなくて21時48分に着くんで、こっからの折り返しはできないんで8往復ですね。これですね、じゃあ長距離線だとどうなるかというのを見ていきましょう。長距離線って何番だっけ、245か。あ、偶然同じ8往復じゃないですか。ということで、どちらも8往復、このローカルは8往復運行できるということになります。閉じちゃダメだ、閉じるのはこっちで、ということで、ダイヤウィザードを解除して車窓モードに切り替えていきましょう。ここからお待たせ、皆さんの景色、風景を眺める車窓モードです。お、先に221が出ちゃってますね。221の方が多分スピード速いんじゃないかな。もう一気に加速していく221。俺悔しいよということで。でも私鉄線はもうすぐ駅ですからね。次の駅ですから。駅間が短い、私鉄駅の方が。だから仕方ない。なんか河川柱が3本連続で、あるのはもったいないな。河川中の間隔短いですよね。で、そしてしゅうちゃくえきにとうちゃくということで。で終着駅に到着して、まあ、まだ何もないですよね、周り。でそのまま折り返していくということになります。でちなみに、49番である、さっきの西武4万系ですね、急行、快速急行になりますが、こちら3往復の運行になります。3往復のみ入ってくるっていうことですね。なのでこの区間は12往復運行されるということになります。まあ実際の鉄道ならともかく、 A 列車の世界であれば、まあまだあんまり発展してない区間であるから、少なくはないですよね。ちなみに延長線の方はどうなんだろう。215番だっけ、215番が延長線225系の快速も入ってきます。これが2往復で、さっきのローカルが8往復、そして特急も乗り入れます。高照寺ですね。長距離線の延長線の今のところ終着は。高照寺に2往復入りますが、ただし、京丹高照寺間に入るのは、実は1往復なんですよね。これは2往復で京丹高照寺間の延長線を往復できないからで、
朝慶丹じゃない高照寺から出て、慶丹高照寺間を1往復して、で午後過ぎに、午後にお昼の午後にもう1往復するっていうことになります。本当はね、夜あってももう1往復あっても、1往復じゃない、これ2往復じゃないの、かな。慶丹までしか行けないけど、車庫に入るけど、そこから出るから2往復ですね、これ。しかも3往復だ、特急は、慶丹交渉時間は。でも21時だから慶丹で、慶丹20時38分に出れるから、20時38分に出れるんだったら大丈夫か。さて、ちょうど車窓ですね。こういうふうに2駅の間をピストンと運転するだけです、この列車は。あ、これは長距離線の 221系 にも言えることでして、向こうには快速が2往復、特急が3往復か。ただし、そのうちを1往復は、慶丹とあそこの間の、高照寺の区間列車ってことになりますね。まあ 0.5 プラス 0.5 か。朝のその基本的に高照寺に、慶丹から高照寺に行く 0.5 往復と、高照寺から慶丹に戻って車庫に入る 0.5 往復かがプラスされるってことですね。さあ、そう言ってる間にこちら私鉄の3000型も慶丹に戻ってまいりました。あ、今ちょうど221が、長距離延長線の221が入ってますね。俺結構危ないな、このダイヤ。223の快速が折り返し線に入りますね。そして223の快速が出発するとともに、225か、これ。ちょうど、こちらの3000型が車庫に入ります。なんだ、高架線、あ、今 E259K の空港エクスプレスがやってきてましたね。慶丹までは入ります。こっから先となるとちょっとうまみがないので、いずれは高速が延長されれば
直行の高速バスを運転する可能性はあるかもしれません。今のところ空港エクスプレスをこれ以上の延長は考えていません。ここから先はやっぱり観光色、インバウンド色が強くなってくるんじゃないでしょうか。まあインバウンドだから航空の空港の客をっていう声もありますが、空港がちょうど真ん中にあるんでね、地図でいうとど真ん中にあるので、ちょっと遠回りになっちゃうかな。まあ、ケータンまでがあの空港からの列車の有効なところですよね。空港に近づいちゃいますからね、ここ。はい、ということで。あとちょうど。快速が入ってきちゃったや。こういうこともあります。さあ、もう駅前はまだまだ規模が小さいですね。コンビニがあるぐらいです。どうだろう、まあ、この間にやっぱり工場とかできてきましたので、ね、ただ道とか作る場合これが邪魔になりそうだな。駅前にすごいビルが建ってる、 スターバックスもある。なかなか発展してますよね、こちらの駅は。向こうも発展してるから、この辺の真ん中のビルは長距離戦と競合する感じになります。取り合いですね、いわゆる。まあこうして到着していきますと221が出発していきます。して対比して代わりに快速がやって入線するっていうことですね。快速は入線して ちょうど ACRに入っていって、快速は都心へと出発していきます。快速急行か、私鉄でいうと。ひとまずこれで、ここは終わりなんですが、実はここの駅なんですよね、問題なのは。今快速急行走ってるんですが、この駅通過してしまいます。見ると通過する列車ばっかりなんですよね。なんと、まあ乗降客数ゼロじゃん。
なアホなんてことは、え、ゼロなんだ情報客数、嘘でしょ。100は分かるけど、他0って結構異例。5人って、あ、電車区か、見えない、見えない、どこだ、あ、ここか、全然人いないけど、ここゼロっていうのはちょっとどうかな、列車が誰も止まってくれないじゃないっていうことじゃないですか。そこで、あの、止まる列車を作ります。ここゼロ、こことここがゼロはやばい。え、止まる列車なかったっけ。本当な、快速の一部を、あの、各駅にしたいんですけど、自分が考えました。あるじゃないかって、小田急の、この列車はここの、駅なんていう駅だっけ、そうっていう駅が、まあ起点終点になってるんですけど、この41番を延長しようというのが今回の第2の計画です。ゼロとは思わんかった。ゼロはひどいな、完全に無視されてたんだ。ちょうど空港急行が出発ですね。内側急行線ですね。内側が、こと都心部を急行系、速達系は通過してしまいます。で、この41番実は24時間運転なんですよ。
はい、ということで41番をもう一度戻しまして、マス前追跡解除して41番のダイヤを変えます。で、ちょっと待ってください。ストップ。41番は、ここは、まっすぐか。で、ここで、1番は変えないけど、あれ？何これ？あ？なんで41番通過し、あ、こっちは、こっちか、41番は。4分停車。4番線が、通過になってる。なんで？あ、10分停車だ。41番って、これ、右に曲がらない、右に曲がらないとダメだよな。でも通過した方がいい。まあ通過した方がいいな。そうか。42番とか全然通過しないんだ。あ、全然通過になってる。通過駅 みたいな扱いになってるのか。いや、40番台って。なんでここ通過なってんだ。40番台は全部分岐しましょう。で、あ、乗降なしになってるや。なんでなんで。もともと信号所だったからか。一旦これ全列車へ適用しよう。普通確定形は。で、40番台は全部こっちに渡します。ただし48番や49番はまっすぐ行くのか。ちなみに48、49ってここ止まるんだっけ。止まらないな。全部通過だ。50番、51番も60番も70番台も全部こっちなんだ。80番はこっちの分岐でいいでしょう。もし入る場合は。ああ、でも分からんな。80番台はもしかしたら U ターン運用するかもしれない。なんか区間快速みたいな感じで、もしこれ以上入ってくる場合。ただその場合は基本的にここ10両編成ばっかり走ってるんで、まああっても8両だろうな。7両が最高となるとちょっとここに、あの路線には入れにくいよな。通勤電車が走るような路線だから、入れにくいですよね。なんで、まあここはまあ当然10分停車になる。46って確定だよな。4000型だから確定。48、49もうここ入るんだ。あれ入るの。48、49は、48は分岐するんだ。あれ分岐して48って止まっちゃうんだっけ。まあ、この辺の運用結構バラバラですよね。
困るんだけど、48は。矛盾してますよね、こっちと。48ってこれ直進して、ここは当然通過だからやっぱり通過すべきですよね。48番も直進で、に変更します。であと50番は分岐するんだ。まあ、この辺みんな直進だろうな。1番は今のとこ分岐でいいや。全部通過ですよね。ということで、じゃあ41番はこれで運用しました。で普通にここに41番入ってきます。ここ5分停車なんだ。41番って、まあ、各列車5分停車になるんだ。で当然右に曲がるんですけど、全部含めて41番はここですね、右に曲がらせません。直進で行きます。で、ここで41番は停車ですか。停車になります。そして、ここも41番停車だがどうするかですね。まあ停車かな。41番は直進させて、10分停車でいい。一方こっち側はどうかっていうと、まあ10分停車か。これですね、40番台は全部こっちですよね。46番も分岐させて、48はあれ停車するじゃん。なんで乗り降りしてるのに入らないのか。ちょっと待って、48番は直進だよな。で4番乗り場には乗り降りして、49番は乗降なしだけど、48番はここの駅停車扱いになるんですよね。なのになんで入らないんだ。で以下50番、これ50番もこっちはしちゃうんだ。で乗降するから50番台は空港急行は止まる、70番台は止まらない。75番ってなんだ、5000系か。5000系は来ないからな。まあ
停車でもいいけど、横なしになるけど、これは乗り降りですね、80番は。1番は通過で、2番は乗り降り。75番は通過か。通過だった乗り降りだけど、ここはまあ分岐させましょう。次に50番、51番は停車ってことでいいってことですね。あとはまあ48、49、49は通過ということで、でここに入って49番が入ってきて、49番死んでも他の列車みんな41番は右折して、6番線に入って6番線を折り返すってことになります。毎時3分発ですね。ちゃんと乗降なってるよな。48番40、なんで乗降なってんの、おかしいな。乗客数ゼロなんだ。ちゃんとありますよね。通常で毎日なってんのに。本当にこの駅ゼロなのか。乗降客数、いやおかしいな。ゼロってことはないだろう。なんでゼロになるのは、ダイヤがもしかして長距離線と被るからかな。でも毎時3分発だからそれはないと思うんだけどな。だって列車って毎時3分発だから被ることはないと思うんだけど、まあいいや。当然ここも、まあ、行ってで直進で上に上がって、さっき見た通りここで退避して、ここはそれぞれ止まって、で今まではここで折り返してたけど、折り返さないことにして、で3分停車以降はまあ変わらずっていう感じですよね。こうした場合にどういう運転になるのか、携帯遺言で見ていこうと思います。とりあえず今列車が走ってるんで、運転者ですよね、ここは。で、今までだったらこっち止まるんですが、止まらないです。で、
します。で、まる19時33分に出発ということになります。ただ邪魔が入っちゃいましたね。10分停車となりまして、ただここの駅で通過するのはどうか。列車は気にするけど、まだあの逃げ切りたいですね。この番線は5分運転、20時6分の20時15分発。あ、でも先に入られてしまいました。で、3分停車です。そう、結構邪魔が多いんですよね。20時37分まで1時間かかっちゃってますね。で、左に行きます。20時53分3分停車ですよね。ここは21時8分。逃げ切ってもいい気はするけどな。まあ、ここら辺はあの基本的には同じ運行なんで省略します。
で、着きました。今22時7分22時13分か。で、まっすぐですね。で、すぐ折り返しに入るっていう感じですが、毎時3分と8分ですね。22時48分入る。3分停車。3分停車です。3分停車なんで、22時47分に着きます。22時50分に出ますね。あ、22時ん？あ、23時47分の23時50分か。で、ここは直進か。0時22分。まっすぐですね。ちょうどもう車庫に入っちゃってますよね。1時21分。で、1時23分に出るということになるんで、25時23分なんで、5時間50分ということになります。ちょっと車窓を見ながら見ましょう。5時間50分か。だいたい4時間20分とかだったから、1時間半余分に時間がかかる計算になっちゃいますね。
41番は何往復できるかなっていうか、24時間戦うんで、この列車は25時、6時間となると4往復はできるっていう計算になります。4往復か、4往復ってあの2駅止まる列車が4往復だから、まあもう一駅や48番も止まるんですけど、合わせても6往復ぐらいじゃないかな。48番の快速は何往復だ、8時間50分で、まあ、対比がない、夜間滞留がないんで、あ、3往復、2往復の時もあるって考えると6往復とかそこらだから、ただもう一本となると結構あそこのケータンの行きのダイヤキツキツになっちゃいますよね。私鉄線はそんなにスピードを出しませんね。ただ福福線なんでダイヤ的にはいいんだけどな。50キロなんだ分岐線。すごいな。でここで折り返してっていうとこですね。これをもうずっと続けるっていうのがこの基本的に西武4線のダイヤってことになります。休まない、ずっと。
まあ、ケンタンに着くまでちょっと車窓をお届けしましょう。ちょっと分岐の、スピードを70キロぐらいに上げてもいいんじゃないかな。10キロぐらいしか飛ばせてないからな。確かこの小田急4000の最高速って80キロぐらいだっけ。左側に山があります。山にいずれは鉄道を走らせたい、せめてバスも走らせたいというところですが、あ、ちなみに、次回は長距離線および私鉄延長線の道沿いにバスを走らせる、次回からはですね、まずは長距離線の延長線上に、バスを走らせようと思いますので、ぜひ見ていただければと思います。本当にいい快晴ですね。さあ、折り返しです。うん。快速が入ってきました。快速急行が入ってきましたね。出発します。
さて、ここで快速急行は通過できるのかな。多分確かここ10分停車だったと思うけど、ちょっと追跡モード、あ、ダメだ、すぐ出発するんだ。抜かすんだったら複々線で抜かしてもらおうじゃないかってことですね。でもようやくここで来るんで、10分停車じゃ抜かせないんじゃないかな。でもここ10分停車でもいいかもしれないですよね。やっぱり10分停車にしよう。ここを逆に4分停車だな。そんなに止まらなくていいしな。だってここ通過する列車ないから、12番か。地下鉄が今上がってきますね。どうせここまでしか列車行かないんだったら、41番ぐらいだろうな。だから10分停車でいいのは。10分停車にして、他は4分停車でいいや。4分停車でどうせ次の駅までなんで逃げ切ってもらおう。ということで、保存するか、上開け保存。今回は私鉄のいわゆる普通系の列車を上げてみました。ダイヤ設定を行ってみました。
丈夫だね。あ、ここはぶつかってるや。ぶつかってる。まあ、ここもここで折り返すのか。この E231 も。時はこっちに行く。いいですね。ということで、こんなあたりかな。タッチカデツ。MSE か、地下線走る。この地下線もいずれはまた延長ということになるんでしょうかね。ちなみに この駅の情報を見て、ちゃんと数字が出てますね。今まで0だったのが一応数字は出てよ。ここ、まあ、ここほどの数字はないけど、そうとか、ケータンほど数字は当然ないかもしれないけど、18,000だから、まあ、それに比べたら結構、止まる本数はそんなに変わらないのに、そんなに多くないんですけど、数字はちゃんと出てますね。
1万3000人だからな。環状線は数字がきっちり出るね。3駅分あるしな。9000人ぐらいしかないけど、もう12万人いるね。やっぱりまあそれなりに、あ、こっちも12万人いるんだ。10万人と結構多いですよね。南が17万人、北側は5万人か。ここまあ6万人いますからね。結構多いんで、7万人か、意外と少ないな。ここは3万人台だから、なんでこんなに荒池少ないんだ。ああ、乗降者数だからかな。まあでも少ないけどな。海浜荒池って7万人いるのに、こことか5万人いるのに、1987人と異常に少ない。ここだって海浜荒池だって1万6000人いるのに、取られちゃってますよね。6700人と16国は。はい。ということで、4万人だから北京も。1万2000人か。3万人とか。まあ数ありますからね。ちなみにここは1万2000人の2万人いるんだ。結構人降りたりするな。もう1万3000人乗降客いますし、ここは3万人いるんで、結構やっぱりもう整備されてますよね。ここの高速をつなげることも視野に入るかもしれない。ビルドここぐらいまでが多分本線の駅の範囲内なんだけど、あとここですね、こっちの道やこっちの道の建築もいるんで、道路の建設も込みで、考えなきゃいけないとこですよね。はい、まあどちらにしても次回、それらをやっていこうと思います。バスを走らせるだけだったらここをかな。ここは、まあ、まず第一にバス、この駅からのバスは走らせないといけない。あとはここからここまでをバスも走らせることにはなるでしょうけどね。どういう運行の仕方をするかっていうのはもう少し
考えさせてください。ここもあんまりバス走ってないんで、走らせる、まだまだっていうか全然バス走ってないんで、あ、これでも高架道路か、ここまではバス走ってるんだけどかな。この辺ずっとつながってるからな。まあ、高速道路の延長とセットで考えないといけない。まずは一番ここの駅からここの辺までを結ぶバスを走らせることは誰にでも思いつくんで、これとこの京丹からの方がいいかな。そのバスを作っていきたいと思います。ということで、次回からバス路線整備、まあ、こちらも数回に分けてお送りすると思うんで、まあ、こことここを結ぶバスもいるよな。ぜひ楽しみにしてください。そしてよろしければ、チャンネル、動画のチャンネル登録、高評価お願いいたします。Twitch の、チャンネルアカウントフォローぜひお願いいたします。 Please my Twitch アカウントフォロー please、 YouTube This live archive my YouTube チャンネルアップロード、プレミアライブ2 days after my YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。2日後8日21時にこの今回の配信の動画を YouTube に上げます。ぜひそちらを見てください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。また、旧 Twitter である X のアカウントを持っております。チャット欄にアドレス記載します。ぜひ見てください。 X のアカウントのフォロー、リポスト、いいねもお願いいたします。 TwitterX マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。 X のアカウント、 YouTube の、YouTube の方に X のアカウントの概要欄に X アカウントなども載せますので、ぜひそちらを見てください。 A 列車で行こう9ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。